gentlemen, welcome to the Grand Olympic Auditorium here in downtown Los Angeles, California, where tonight, Main Events is proud to present an evening of professional boxing for your entertainment. Brought to you in association with Miller Lite, the Mandalay Bay Resort Casino of Las Vegas, and HBO Sports. These bouts are sanctioned by the California State Athletic Commission. First bout is presented in association with Murad Muhammad M&M Sports. The three judges at ringside scoring this contest will be Gwen Adair, James Bagshaw, and Max DeLuca. And when the bell rings, your referee in charge of the action, Jose Cobian. And now, ladies and gentlemen, 12 rounds of boxing for the IBF Junior Featherweight Championship of the World. Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing gold, blue, and gray, officially weighing 121¼ pounds. His professional record, 21 victories, including 12 knockouts, and he has one bout even. He's now fighting out of the Bronx in New York, but he is originally from Ciudad de Mexico. Damas y caballeros, here is the undefeated challenger, Emmanuel. Across the ring, fighting out of the red corner, wearing red, trimmed with black, he officially weighs 120 pounds. His professional record, 36 victories, including 27 knockouts, with only 2 defeats and 1 draw. From General Santos City, Philippines, ladies and gentlemen, the defending IBF Junior Featherweight Champion of the World, Manny Pacquiao. Champion Manny Pacquiao, 強打者を迎えました。 今回が 4回目の防衛戦になります。 IBF 世界スーパーバンタム級のタイトルマッチ、 アメリカカリフォルニア州ロサンゼルスオリンピックオーディトリアムです。 さあ、両選手がグローブを合わせる準備。 今両グローブが合いました。 マニーパッキャオとエマニュエル・ルセロ、 身長一緒、そして、あ、ごめんなさい、身長166.8センチと166.3センチ、リーチが一緒です。前席はご覧のようにパッキャオのが随分とやっていまして、今回が40戦目です。24歳同士。さあ、浜さん、改めてどうやら両選手も接近戦得意としているようですからね。そうですね。ですけど前半はパッキャオ強いでしょう。ああ、そうですか。前半基本あるパッキャオ、 後半形をもしくは判定に行けばルセロと見ますね。さあ、ラウンドはどこまで進んでいきますでしょうか。赤のトランクスがチャンピオンマニーパッキャオ、4度目の防衛戦です。前回の防衛戦は 166秒で TKO が勝を収めています。 勢いがついています。マニーパッキャオ24歳、脂も乗ってまいりました。背中を見せていますチャンピオン。一方のエマニュエル・ルセロ負けなし、 23戦目です。 21勝して、そのうち12が KO 勝ち、1つの引き分けがあります。 非常にガードが硬いと聞いています。そして接近戦得意としています。ルセロ、それとじわりじわり来て、後半だん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 、ペース持ってるんですね。ボディで構えがかなりクラウチングといいます、低いですよね。そうですね。それでじわり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 来てますからね。右サンマリンのように、ああ来ました来ました来ました。ぐいぐい出てまいります。パッキャオとすると最初からやっぱ叩いておくべきですね。アッパーで起こそうというパッキャオ。 起こそうにもかなりその下を行きます。この構え、ルセロ、今あの手を痛める心配がなかったら、相手が低く来たら上から打ち落としてもいいんですね。ああ、なるほど。ただ頭の硬いところを打ちますと拳がね、そうですね。さあ、その辺どう戦いますでしょう。このあたりもアッパーが通用しないような低さです。だからパッキャオは相手の頭が低いからもっと上げさせるという、ことなんでしょうね。 まあパッキャオはですね、前半1回2回が強いですから、そのパッキャオ対策もあるんでしょうね。こういう低いやっちゅうはですね。まずは低空飛行から相手の様子見であります。エマニュエル・ルセロ、メキシコ出身らしく、メキシコの国旗の色であります。トランクス、ボミ、ちょっと低いかなという感じだったんですが、ノーチェック。 パッキャオも手を出してきました。これはもうこの後打ち合いになることは必死であります。第1ラウンド、ロープに止まります。村上に強いプレッシャーを与えます。パッキャオ、
なんとかルスロー、この辺はしのきます。ガードを固めて入っていきました。例によって前半勝負でやりましょうか。マニーパッキャオ、だから勝負させない状態を作ってます ねルスロー、まあ、相手が置きますとパッキャオも、ね、詰めていくことができたんですけれども、おっと大きくかぶりチャンス取りました。襲いかかります。低いところ下へ向かって打っています。穴でも掘るような打ち方です。マリーパッキャオかなりよくこのパッキャオ対策を研究してきたようです。ルセロ第1ラウンド自分は手を出しながらも相手に打たせません。第1ラウンド終了しました。まあ1ラウンド目は互いに有効ではないですね、はい、その場合にはその手をよく出した方にポイントいきますから、パッキャオの10対9ですね、はい、トレーナー見てください、はい、フレディローチですね。あ、まあ売れっ子トレーナーフレディローチ最近よくあの画面に登場することが多くなってますね。あの今メガネをかけてる方です。そうですね、チューセコンドしてるんですけど、タイソンにもつきましたし、その徳山選手と戦ったジェリー・ペニャロさんにもつきましたですね、はい、まあ、今売れっ子トレーナーですね。で最近はですねウラディミル・クリチコのトレーナーにも招聘されたんですね、はい、そうですね、ということは軽いクラスから重たいクラスまで、全て網羅するという売れっ子トレーナー。こちらは挑戦者コーナーです。コンピオンというのはチャンピオンということですね。そうです、だからチャンピオンになるんだぞと。あ、第2ラウンドスタートしました。さあ葉っぱをかけられた、おお飛び込んできました。 IBF 世界スーパーバンタム級のタイトルマッチ。浜さん、かなりルスラー独特ですね、この構えといい、それと攻撃がね、低いんでパッキャオが打つところがないという状態ですね。これをどうやって起こしますでしょうか。まあ、この挑戦者ルセロはですね、はい、そのまあ無敗の挑戦者なんですけど、メキシコシティ出身なんですね、メキシコでゴールデングローブ取ってるんですけど、プロを転向したのはアメリカアトランティックシティなんですね、はいはい、だからもっぱらアメリカを主戦場としてるんですね、はい、そうですね、キャリアを見ましてもほとんど全てアメリカ国内で、戦ってますね。だから息の良さを買われてですね、アメリカのマネージャーに、はい、そのスカウトされて、ええ、それでもアメリカでずっと戦ってると。あ、なるほど、そういうタイプですね、はい、一方のパッキャオはプロフィールにもありましたようにフィリピンで最初ずっとこのプロのキャリアを積み重ねてきました。日本にも来ました、タイにも行きました。おーおーおー、打ち合いになります。相手が低く来るところに下からアッパーを、まあ、ストレート気味に突き上げるやり方は、まあ、いい戦法ですよ。パッキャオはアッパーをストレート気味に突き上げる、うん、ちょっと下からですね、考えてますね。ちょっとアップライトになりました。腰を少し落とすだけの格好になりました。ルセロ本来はこのぐらいなんでしょうね、おそらく。また潜ってきます。そうですね、だからパッキャオのですね、左を殺すためにちょっとこういうスタイルで戦っているんですね。だから本来はですね、左右フックって、もうトボディボイ、さらにパッキャオ頭頭部、おお低いところなんですが、うまく今度当たって、くるようになりました。今度頭部です。ちょっと硬いところ、頭の硬いところですね。さっきは組みに来ました。おお振り上げました。おっと右組み、右組み、さらに右頭を下げまして振ってきま す。無茶振りというような感じで振ってきますね。まあなんとかやっぱりあの乱打戦に持ち込んで、それで後半まで持っていこうという、まあ今とにかくしのがんという感じですからね、ルセロは、はい、エマニュエル・ルセロ、しかしいい面構えしています。もう相手を睨みつけてます。だからお互い八方破れ同士ですよね、はい、八方本当そうですね、合わせて16方破れ、はい、すごい打ち合いになってます。まあ、浜さんはパッキャーの方は無策のようにも見えるけれどもというお話がありました。実はでも結構緻密なところも見せているんじゃないですか。ですね、今日はですね、パッキャーのボクシングの方がスマートに見えますね。あ、なるほど、相手が相手ですもんね。
パッキャオがなんか笑顔でしょうか、相手が違うとやっぱり見え方も違いますね相対的なものですね、これね、比べるとこういうこともあります。第2ラウンド終了しました。どうでしょう、ポイントはやはりパッキャオですね、はい、10対9です。4度目の防衛戦、パッキャオがポイントを積み重ねます。ちょっと戦いづらい相手ではありますが、パッキャオ、パッキャオは本当サウスポーだろうが、自分はパースサウスポーなんですが、その戦い方あんまり関係ない戦い方しますもんね。それなのがロングからの左アッパー長いの打ってますからね、これはやっぱり当たりやすいんですね、あの下を向いてる相手に対して、エマニュエル・ウルセロ、メキシコシティで生まれました、はい、何でもかんでもとにかく打ってるだけに見えますけどね、あの今までのパッキャオの試合は、はい、この試合はやっぱり当たりやすいパンチを出しますね。第3ラウンドです。試合開始からお互いにアクセル全開の戦いになっています。特にウルセロ前に出ます。ただパッキャオがポイントを重ねます。左当てました。だんだんやっぱり頭が上がってきましたね、ウルセロの。一生懸命下げようとはしていますが、おお、空振り、空振り、パッキャオの方が綺麗なボクシングですね。そうですね、このルセロのもう荒れっぷりを見ますと非常にパッキャオがスマートに見えます。さばきます。なかなかパッキャオはこう相手をさばいてさばいてというような、なかなか見られないシーンです。まあいつもはパッキャオは荒っぽいんですけどね、そのハマンさんさっき言ったそのパッキャオがスマート、ああ聞いた、試合終了です。完全に敵に背を向けてしまいました。それを見たレフェリーが間に割って入っています。いやー、唐突な終わり方でした。でもこれ効いてるんですね。効いてますよ、やっぱり背中を向けたふらつき方っていうのは、なかなか見られないあのふらつき方を見せました。で、本人もですね、後ろを向いたまんまもう負けを認めた格好になりました。セコンドも入ってまいりました。非常に無邪気な表情を浮かべますマニー・パッキャオ、愛嬌があります。やっぱり左パンチありますね、パッキャオ、ありましたね、ありますね。あ、ルセロは少しちょっと腰を落としまして、スタッフが様子を見ています。マニー・パッキャオ、見事な防衛戦となりました。第4回目の防衛に成功です。これが第3ラウンド、この一発ですね、こらえたんですけど、ブーイングも聞こえます。まあ早いんじゃないかというブーイングなんでしょうかね、ストップが。でもこれは相当のダメージありますよね、おそらく。だからレフリーはそこを見たんですね、まあこの後おそらくカウント入れて再開したにしても勝敗はもう決まっていたのではないでしょうか。まあこのダウン来るまではルセロも後半まで行ったらというまあ期待もありましたからね、だからまあ後半持ち込もうとしてですね、かく乱戦法を取って低いダッキング、クラウチングスタイルでですね、前かがみのスタイルで戦ってたんですけどね、パッキャオがですね、やはり相手の頭低いのにその射程合わせてきましたよね。3ラウンド48秒ですね、はい、TKO です。パッキャオ4回目の防衛に成功いたしました。これをどうやって起こしますでしょうか。まあ、この挑戦者ルセロはですね、はい、そのまあ無敗の挑戦者なんですけど、メキシコシティ出身なんですね、メキシコでゴールデングローブ取ってるんですけど、プロを転向したのはアメリカアトランティックシティなんですね、はいはい、だからもっぱらアメリカを主戦場としてるんですね、はい、そうですね、キャリアを見ましてもほとんど全てアメリカ国内で、戦ってますね。だから息の良さを買われてですね、アメリカのマネージャーにそのスカウトされて、それでもアメリカでずっと戦っていると。ああ、
なるほど、そういうタイプですね、はい、一方のパッキャオはプロフィールにもありましたようにフィリピンで最初ずっとこのプロのキャリアを積み重ねてきました。日本にも来ました、タイにも行きました。おーおーおー、打ち合いになります。相手が低く来るところで下からアッパーを、まあ、ストレート気味に突き上げるやり方、まあ、いい戦法ですよ。パッキャオアッパーをストレート気味に突き上げる、うん、下からですね、考えてますね。ちょっとアップライトになりました。腰を少し落とすだけの格好になりました。ルセロ本来はこのぐらいなんでしょうね、おそらく。また潜ってきます。そうですね、だからパッキャオのですね、左を殺すためにちょっとこういうスタイルで戦っているんですね。だから本来はですね、左右フックって、もうトボディボイ、さらにパッキャオ頭頭部を低いところなんですが、うまく今度当たってくるようになりました。今度頭部です。ちょっと硬いところ、頭の硬いところですね。パッキャオ組みに来ました。おお、振り上げますよ。おっと、右か右か、さらに右、頭を下げましたよ。振ってきます。無茶振りというような感じで振ってきますね。まあ、なんとかやっぱりあの乱打線に持ち込んで、それで後半まで持っていこうという、まあ、今とにかくしのがんという感じですからね、ルセロは、はい、エマニュエル・ルセロ、しかしいい面構えしています。もう相手を睨みつけてます。だからお互い八方破れ同士ですよね。八方、本当そうですね、合わせて16方破れ、はい、すごい打ち合いになってます。まあ、あの浜さんはパッキャーの方は無策のようにも見えるけれどもというお話ありました。実はでも結構緻密なところも見せているんじゃないですか。ですね、今日はですね、パッキャーのボクシングの方がスマートに見えますね。あ、なるほど、相手が相手ですもんね。パッキャーはなんか笑顔でしょうか、口を開けたことでした。見え方も違いますね。相対的なものですね、これね、比べるとこういうこともあります。第2ラウンド終了しました。どうでしょう、ポイントはやはりパッキャオですね、はい、10対9です。4度目の防衛戦、パッキャオがポイントを積み重ねます。ちょっと戦いづらい相手ではありますが、パッキャオ、パッキャオは本当サウスポーだろうが、あ、自分はパースサウスポーなんですが、その戦い方あんまり関係ない戦い方しますもんね。それなのがロングからの左アッパー長いの打ってますからね、これはやっぱり当たりやすいですね、あの下を向いてる相手に対して、エマニュエル・ルセロ、メキシコシティで生まれました、はい、何でもかんでもとにかく打ってるだけに見えましたけどね、あの今までのパッキャオの試合は、はい、この試合はやっぱり当たりやすいパンチを出しますね。第3ラウンドです。試合開始開始からお互いにアクセル全開の戦いになっています。特にルセロ前に出ます。ただパッキャオがポイントを重ねます。左頭下、だんだんやっぱり頭が上がってきましたね、ルセロの。一生懸命下げようとはしていますが、おお、大きい空振り、空振り、パッキャオの方が綺麗なボクシングですね。そうですね、このルセロのもう荒れっぷりを見ますと非常にパッキャオがスマートに見えます。さばきます。なかなかパッキャオはこう相手をさばいてさばいてというような、なかなか見られないシーンです。まあ、いつもはパッキャオは荒っぽいんですけどね、その浜田さんさっき言ったそのパッキャオがスマートで、あー、聞いた、聞いた、聞いた、試合、あれ、試合終了です。完全に敵に背を向けてしまいました。それを見たレフェリーが間に割って入っています。いやー、どうやら突な終わり方でした。でもこれ聞いてるんですね。聞いてますよ、メキシコの国旗の色であります、フランクス。ボビー、ちょっと低いかなという感じだったんですが、ノーチェック。あー、パッキャオも手を出してきました。これはもうこの後打ち合いになることは必死になります。第1ラウンドロープに止まります。村上に強いプレッシャーを与えます、パッキャオ。なんとかルセロこの辺はしのぎます。ガードを固めて入っていきました。例によって前半勝負でありましょうか、マニーパッキャオ、だから勝負させない状態作ってます ねルセロは。まあ、相手が起きますとパッキャオも、ね、詰めていくことができたんですけれども、おっと、大きく空振り、チャンス取りました。襲いかかります、低いところ下へ向かって打っています。穴でも掘るような打ち方です、マニーパッキャオ。
かなりよくこのパッキャオ対策を研究してきたようです。ルセロ第1ラウンド自分は手を出しながらも相手に打たせません。第1ラウンド終了しました。まあ、1ラウンド目は互いに有効ではないですね、はい、その場合にはその手をよく出した方にポイントいきますから、パッキャオの10対9ですね、はい、でトレーナー見てください、はい、フレディローチですね。あ、まあ、売れっ子トレーナーフレディローチ最近よくあの画面に登場することが多くなってますね。あの今メガネをかけている方です。そうですね、9セコンドしてるんですけど、タイソンにもつきましたし、その徳山選手と戦ったジェリー・ペニャロさんにもつきましたですね、はい、まあ今は売れっ子トレーナーですね。で最近はですね、ウラディミル・クリチコのトレーナーにも招聘されたんですね。はい、そうですね、ということは軽いクラスから重たいクラスまで、全て網羅するという売れっ子トレーナー。こちらは挑戦者コーナーです。コンピオンというのはチャンピオンということですよね。そうです、だからチャンピオンになるんだぞと。あ、第2ラウンドスタートしました。さあ葉っぱをかけられた、おお飛び込んできましたIBF 世界スーパーバンタム級のタイトルマッチ。浜さん、かなりルスラー独特ですね、この構えといい、それとも低いんでパッキャオが打つところがないという状態です。 Ladies and gentlemen, welcome to the Grand Olympic Auditorium here in downtown Los Angeles, California, where tonight Main Events is proud to present an evening of professional boxing for your entertainment, brought to you in association with Miller Lite,The Mandalay Bay Resort Casino of Las Vegas and HBO Sports. These bouts are sanctioned by the California State Athletic Commission. First bout is presented in association with Murad Mohammed M&M Sports. The three judges at ringside scoring this contest will be Gwen Adair, James Bagshaw, and Max DeLuca. And when the bell rings, your referee in charge of the action, Jose Cobian. And now, ladies and gentlemen, 12 rounds of boxing for the IBF.Junior Featherweight Championship of the World. Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing gold, blue, and gray, officially weighing 121 and one quarter pounds. His professional record, 21 victories, including 12 knockouts, and he has one bout even. He's now fighting out of the Bronx in New York, but he is originally from...Ciudad de Mexico, damas y caballeros, here is the undefeated challenger, Emmanuel Lucero. 接近戦を得意としています。無敗の挑戦者です。エマニュエル・ルセロ。His opponent across the ring, fighting out of the red corner, wearing red, trimmed with black, he officially weighs 120 pounds. His professional record...36 victories, including 27 knockouts, with only two defeats and one draw. From General Santos City, Philippines, ladies and gentlemen, the defending IBF Junior Featherweight Champion of the World, Manny Pacquiao! Champion Manny Pacquiao, 強打者を迎えました。今回が4回目の防衛戦になります。 IBF 世界スーパーバンタム級のタイトルマッチ、アメリカカリフォルニア州ロサンゼルスオリンピックオーデトリアムです。さあ両選手がグローブを合わせる準備、今両グローブが合いました。マニー・パッキャオとエマニュエル・ルセロ、身長1勝、そして、ごめんなさい、身長は168センチと163センチ、リーチが一緒です。戦績はご覧のようにパッキャオのが随分とやっていまして、今回が40戦目です。24歳同士。さあ浜さん、改めてどうやら両選手とも接近戦得意としているようですからね。そうですね、まあ、ですけど前半はパッキャオ強いでしょう。ああそうですか、前半強なるパッキャオ、後半慶応もしくは判定に行けばルセロと見ますね。さあラウンドはどこまで進んでいきますでしょうか。赤のトランクスがチャンピオンマニーパッキャオ、4度目の防衛戦です。前回の防衛戦は166秒で TKO 勝ちを収めています。勢いがついていますマニーパッキャオ、24歳、油も乗ってまいりました。背中を見せていますチャンピオン。一方のエマニュエル・ルセロ、負けなし、23戦目です。21勝してそのうち12が KO 勝ち、1つの引き分けがあります。
非常にガードが硬いと聞いています。そして接近戦得意としていますルセロ。それとじわりじわり来て後半だん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 ペース、持っていくんですね。ボディで構えがかなりクラウチングといいますか低いですよね。そうですね。それでじわり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 来ますから ね右サンマリンのように向けた。あ、来ました来ました来ました。ぐいぐい出てまいります。パッキャオとすると最初からやっぱ叩いておくべきですね、はい、アッパーで起こそうというパッキャオ。起こそうにもかなりその下を行きます。この構えルセロ、あの手を痛める心配がなかったら、はい、相手が低く来たら上から打ち落としてもいいんですね。あ、なるほど。ただ頭の硬いところを打ちますと拳がねちょっと心配ですね。そういうことですね、うん、さあその辺どう戦いますでしょう。あ、この辺りもアッパーが通用しないような低さです。だからあのパッキャーは相手の頭が低いからもっと上げさせるということなんでしょう ね、はい。まあ、パッキャーはですね、はい、前半1回2回が強いですから、そのパッキャー対策もあるんですよね。こういう低い打球はですね、まずは低空飛行から相手の様子見であります。エマニュエル・ルセロ、メキシコ出身らしく、